皆さんこんにちは、ケンジムのケンスケです。本日はシャトルが飛ばない時の原因とその時の戦術についてまとめてみました。バドミントンをやってると、シャトルが思ったようにうまく飛ばないというようなことがあると思います。と全部スキルの、一言でくくっちゃえばスキル、技術不足っていうことにはなるかもしれないんですけども、今回はそうじゃなくてスキル以外の要因ですね。これがこうなってるとシャトルが飛ばないんだよっていうのをまとめていきたいと思います。シャトルが飛ばない時の原因1つ目、ラケットが飛ばしづらい。ラケットによってシャトルを遠くまで飛ばすのが難しいラケットがあります。主にヘッドが軽い、シャフトが硬い、この2つの条件はラケット全体がしなりづらくってシャトルを遠くまで飛ばすのが難しいラケットです。それをちょっとこう説明させていただきますと、これプラスチック製の定規なんですけども、これステンレス、ステンレスかな、金属製です。ちょっと長さが違うんであれなんですけども、例えばこうやって振った時に金属製の振り幅ってそんなにしならないんですね、この小さい力だと。なんですけど、こういったプラスチックの定規だとこうよりしなりやすくなります。難しいな、例えばこういう感じで、これ私の左右の力の差もあるんですけども、こういう風にプラスチックの方が同じ力でもしなりやすくなります。これ磁石ですね。これラケットとして小さい力でこんだけこうやってしなります。こういう感じ、こんくらいが、これだとこんくらい。なんでシャフトが硬ければ硬いほど、ラケットはしなりづらくなります。でこのしなりが生まれないと小さい力でシャトルを遠くに飛ばすことができません。使えるのは結構上級者向けですね、筋力がしっかりある方となります。で、次ヘッドライト、ヘッドが軽いラケットですね。例えばこれ全体がラケットだとして、一番端っこ持ってこの一番先端に重りをつけてこうやって振るとちっちゃい力でも振れますが、これがヘッドライト、重心がこう下の方に来ると振れません。なのでヘッドライトはよりしなりづらいラケットとなります。なのでこの2つの条件が重なるとより飛ばしづらくなる、ラケットが飛ばしづらいということになります。飛ばしづらいラケットっていうとちょっと語弊があるんですけども、その分コンパクトなスイングができます。コンポジットテクノの S5 っていうラケット、これはシャフトが硬くてヘッドライトなので、遠くに飛ばすっていうのはちょっと力が必要になって難しいです。なんでしっかり体が入って打てないと遠くに飛びません。じゃあ全然使えないラケットじゃんって思うんじゃなくて、これはダブルスとかの前衛とか、ドライブとかこうコンパクトに打てる、そのしならない分早くヘッドが返ってくるんでコンパクトに打てるっていうラケットですね。はい、シャトルを遠くに飛ばしたい、クリアをしっかり遠くに飛ばしたいっていう方にはちょっと雰囲気、速いラリーが好きな人には向いてるラケットです。反対にシャトルを遠くに飛ばしたいってなると、トップヘビーですね、先が重くってシャフトが程よくしなるラケット、コンポジットテクノで言うと L5 と P5、 こういったラケットが、小さい力で遠くに飛ばすのができるラケットとなります。でこれ他のメーカーでもありますので、これは概要欄の方にまとめていきたいと思います。で、これまず1個目ですね。ラケットの選択以外でも、あとはガットのテンションを緩める、ガットを細くすると、遠くに飛ばしやすくなります。なので、なかなかこう、バドミントン始めたての方とかで、クリアを打つのが難しいとか、ロブが遠くまで通らない、ハイバックが一番奥まで飛ばないっていう方は、このラケットの選択、ガットの選択、ガットのポンド数の選択ですね。ここら辺を1回検討してみていただければと思います。で、これが1個目。で、もう一個、これが結構私なりに重要なんじゃないかなと思ってて、シャトルの番号が違うとき、主に季節が寒くなるときにシャトルは飛びづらくなります。例えば夏から秋に変わるとき、秋から冬に変わるとき、これらのタイミングは気温に合わせてシャトルの番号も変わります。なので適正なシャトルを使ってない、気温と合ってないときはシャトルが飛びづらくなるっていうことですね。寒くなると飛びづらくなるってことですね。これは季節の変わり目っていうその大きいスパンもそうなんですけども、その日の中でも変わります。例えば3番のシャトルの適正温度っていうのが、ヨネックス社の適正温度は22度から28度で、
この3番のシャトルを秋の大会で使っていた場合なんですけども、例えば、朝と昼だと、まあ、当然朝の方が寒いと思うので、朝の気温が22度よりも低い18度だったとすると結構飛びづらいシャトルになります。なんですけども、お昼に向かうにつれてこう会場内が温まってきて、人が運動するので温まって、外の気温とかも上がって温まって、気温が24度まで上がったとすると適正温度になるので、シャトルが今までよりかは飛ぶようになります。こういった感じでシャトルの飛びやすさっていうのはその日の中でも変わりますし、季節の中でも変わります。毎回毎回シャトルが同じ飛びをするわけではないっていうのを覚えておきましょう。同じ力で打ったとしてもアウトになる日もあれば、全然飛ばない日もあるってことですね。なんで臨機応変に、力の伝え方を変えたり、あとは道具を変えたりっていうのが必要になってきます。はい、一回休憩です。もしここまでお話聞いていただいた中で、ちょっとでも特にこの私寒くなるとシャトルが飛ばないっていうのを、その日のうちでシャトルが飛ばなくなるっていうのを私聞いた時ちょっと衝撃でした。こういった情報の中でもし少しでもダメになったって思っていただいた方は、この時点でぜひチャンネル登録といいねのボタンお願いします。はい、では次に行きましょう。寒くてシャトル自体が飛ばない時の戦術について考えてみました。シャトルが飛ばなくなることで起きる変化っていうのをまずバーッと挙げます。スマッシュが伸びない、プッシュが伸びない、スマッシュがスピードが出ない、クリアが届かない、サーブが伸びない、レシーブやロブが飛ばない、順番に考えていきたいと思います。スマッシュが伸びない時、スマッシュにスピードが出ない時、こういった時はその人に向かって打っても結構取られてしまうことが多いと思いますので、長めのスマッシュをサイドライン際や相手の体から離れたところに打つっていうのが結構有効です。これは自分の体からこうレシーバーが離れたところにで、しかもこうちょっと離れて高いところに来ると、あ、アウトだと思ってジャッジするんですよ。そしたら減速してってストンってコートに入るみたいな、これ結構メンタル的にも相手を揺さぶることができるので結構有効な戦術なんじゃないかなと思います。スマッシュが伸びないので、もう一個は前に落とすようなスマッシュですね。なんで角度をつけて相手の目の前に落とすカットスマッシュみたいなのがすごい有効的な戦術になります。はい、で次プッシュが伸びないですね。でこれも、先ほどのスマッシュと一緒なんですけども、例えばサービスプッシュとかで相手のボディめがけて打って、こう胸元に来たからいつもだったらアウトだなと思ってジャッジしたら減速して入ってるみたいな、これも結構有効な戦術なんじゃないかなと思います。で次、クリアが伸びないですね。クリアが伸びないときは相手の厳しいコースにドリブンクリアなどでどんどんこう攻めていくっていうのは結構有効かなと思います。特にシングルスや女子ダブルスですね、これは特に有効な戦術になるんじゃないかなと思います。私もシャトルが伸びないときは、スマッシュでバンバン押しても返ってきちゃうので、しかも角度をついたスマッシュ打つの苦手なので、もうロングラリー覚悟で相手が嫌なコースにどんどん打つような戦術を使うようにしています。これ結構嫌だと思います。特にラウンドで相手を追い込んでハイバックとかで入らせたときは、アイバックがしかも飛ばないのでかなりそこから優位な展開に持ち込めます。はい、サーブが伸びない、まあこれは戦術というかちょっと気にしといた方がいいことではあると思うんですけども、いくら打ってもショートサーブが短い時って感覚的にあると思うんですよね。で前回紹介させていただきました、まあ、こちらの動画は別の観点になるんですけども、ショートサーブを打って毎回短くてアウトになっちゃうって時はそのシャトル自体が飛びづらいってことがあります。なのでいつもよりちょっと強く打ってあげるとか、あとは、ロングサーブを打つ時に浅くなりがちなので結構強めに打ってあげるっていう、こういう一本の工夫をして距離感をつかむだけで結構プレーが変わってくるんじゃないかなと思います。最後レシーブやロブが飛ばない戦術といいますか、気をつけた方がいいことなんで、しっかりこう遠くまで飛ばすっていう意識を持って、レシーブやロブを打つことが大事です。今全部お話ししたのはこっちの攻め側、攻撃する側の観点から言ったんですけども、これ全部逆転すると、自分なりにどういうふうに守った方がいいとか、こういう球は気をつけないといけないっていう守りの観点から見えると思うので、これはちょっとご自身で一回考えてみてください。でもう一回まとめますと、スマッシュが伸びない、プッシュが伸びない、スマッシュがスピードが出ない、クリアが伸びない、サーブが伸びない、レシーブやロブが飛ばないって感じですね。はい、こんな感じで今までは、サーブが飛ばない時の
原因と戦術について説明させていただいたんですけども、これを受けまして私が思うことが、シャトルがこういうふうに飛ばない時もバドミントンを楽しみましょうっていうことですね。よく、まあ、負けてしまった時の言い訳というか、こう自分もこう思うことがあるんですけども、例えばシャトルが飛ばなかったから負けたとか、スマッシュが走んなかったから負けたとか、いつもだったらアウトだと思ってたジャッジが入ってて負けたとか、なんかこうどうしてもシャトルのせいにしたくなってしまうことがあると思うんですけども、そうじゃなくて、寒い時シャトルは飛ばないもんなので、それを受けてそれが当たり前のものと思って、そして条件はみんな一緒なので、それを踏まえた上でバドミントンを楽しむのが一番なんじゃないかなと思います。なんで今日はシャトル飛ばねえなっつって、今日シャトル飛ばない日だな、じゃあどうしようかっていうのを楽しんでいくっていうのがバドミントンの醍醐味なんじゃないかなと思います。で、こういった条件の時は格上に勝てるチャンスだと思うので、特にチャレンジャー側ですね、チャレンジャーの人は貪欲にいろんなことを考えて頑張って頑張りましょう楽しみましょうって感じですね。はい、こんな感じで以上です。最後にもう一度まとめますと、バドミントンのシャトルが飛ばない時の原因は大きく分けて2つ、ラケットが飛ばしづらいっていうのと、シャトルの番号が違うっていう時ですね。で、シャトルの番号が違ってシャトルが飛びづらい時っていうのも皆さん条件は一緒なので、こういった環境を楽しんでバドミントンをやっていきましょう。今回は以上にしたいと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。もし少しでもためになったって思っていただけた方は、高評価だけでもいいですし、チャンネル登録だけでもいいので、押していただけるとすごい嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。